皆さんこんにちは。We M4 の面接には一応出ました。本日スペシャルゲストジャズボーパイセンでございます。We M5 だと思ったんですけど。ピーヤー。ピーヤーじゃない。小島よしおじゃないか。サンミュージックを一応挟んでくるんじゃないの。なあちょっと。私もね、ちょっとね、お久しぶり。いや、そうそう、ダンディさんですよね。サンミュージック。サンミュージック、全部サンミュージックだからね。うん、サンミュージック好きだからね。ルネサンスをやらんのかね。うん、まあいいや、よしよし。ね、私、ほら、皆さん見てください。ルネサンス。すげえな、これもうコーヒーか。私、オーブが69個。そう、たまりましたので、ガチャおじさんね、ガチャおじさんやってまいりました。ありがとうございます。ようこそ。ね、獣神祭でもなんでもないこのタイミングでね。いやでも、義経出ますか。義経。あの、強キャラの義経が。強キャラの義経。イベントバナー見ましょう、イベントバナー。こちらって。レッドスターとその下にほら。あ、こっち。光と闇のハーモニー。ハーモニー。ハーレックスも出る可能性ありますから。あら。ほー。強い。光と闇が欲しいか、炎、火が欲しいか。ちょっと見てくださいね、私のね、最近のボックス。ほら。こちら出た。お、真田君。ほら、真田さん。ほら、真田さんにすっごいタス振ってますね。すごい振ってるでしょ。そして見てください。ワクワクの実。命削り。正面削り。一級ですよ。一級。え？あれそんなに驚かない。命削りゴージャスだね。よし。これね、炎、まあ。ガラハット、ガラハット、ガラハット。デカティ。デカティもういいです。え？で、なんかあれ？こっち。この姉ちゃん誰ですか。アフロディーテ。あ、瞬間も初めて。アフロディーテって可愛いでしょ。え、こんなデザインになるの。可愛いだけで私は。ものすごいあれっすね、なんか胸元がすごいですね。ねえ、使いませんよ。あ、あとこれも出たんです。これほら、サラマンダ。おー強いでしょ。私ね、サラマンダ初めて 見るんですけど。アフロディーテ強いでしょ、これ。え、めっちゃ強そうじゃない。ねえ、火十分持ってます。火十分持ってる。いや、闇と光のハーモニーだ。闇と光、あの、要するに顔みたいな感じですよ。闇と光のハーモニーですね。 白黒つけるみたいな。白黒つけましょう。でこっち黄色くします、バカ野郎。え、でもこれなんかちょっと待って、はい、こいつ誰ですか。こいつ、あれ、ガキです、ガキ。ガキ、あれ、はい、これいつのなんかのイベント。私がどっか行ってた時かな。光も私ね、いや、全然圧倒的に光足んないですね、うん、闇もでも見てください、闇。闇、私のワールドワールズエンド、ほらやるじゃないですか、ワールド。ほらね、タミズマネですよ。おお、タミズオンマイサイドですよね。あとハーメルン。ハーメルン、おお、ね、しかも落語が地味に地味でしたね。かぶりハーメルン、かぶりましたね。ターブルンですね、ターブルン。じゃあ光と闇のハーモニー、カブティ。カブティいっぱいいっぱいです。ほんとだ。1体だけ売って10連しましょうよ。はい、よしよし。あれですよね、パイセン10連しに来たんですよね。10連あ、パイセンじゃないわ、あの、ガチャおじさん。ガチャおじさん、いや、パイセンでいいわ。じゃあいやね、よし。さあ、いいっすね、エタニティ持ってるあたりがいいです ね。いきますよ、やめて光のハーモニー。金玉を確定、10連ガチャいやあ、ここだ！やっ！早っ！まあね。まだです、まだです。まだ。一応私の耳だけでストライクショットが聞こえる可能性はあります。ねうん、私は聞こえませんけど、聞こえたら言ってくださいよ。言います。ストライクショットー！いや、まあ打ってないのに出ないでしょ。バグでしょ、それ。ほら、光をね、ちゃんと散りばめて。ほら。ねえ、マミルトン。どう？出ますね。出るね。これは出ますね。行きましょう。ポンポンポン。私もいいですか？はい、ポン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 。なんか飛ばしかねないな、大丈夫か。やめたまえよ、やめたまえよ。あのやめたまえよ、うん、おしろいみたいに、おしろいみたいにやってんじゃない。よし、行きましょう。本気で行くわよ。ストライクショット。聞こえた、聞こえた、皆さん。いや、危険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 。それそうだから、さあ、おお、出たことないやつ。しきろ、おお、来たでしょ。ありがとうございます。え誰まあ、星4、うん、これサラパッチョがなんかつぶやつよ、これ。すごい顔してる、こいつ。おお、また来たでしょ。お、誰、悪そうな顔してる。墓間そして出るとがっかりしちゃう。あれ、あれ、あ、最後
見せてやろうお前たち。地獄の番犬でしょ。超強いんじゃないこれ。地獄の番犬でしょ。地獄の番犬ケルベロスでしょ。なんか久しぶりにこれぐらいの10連見た。最近ね結構出るもんね。ちょっと地獄の番犬最強でしょこれ。え？ハリーポッターでもこれはやばい。それられていた。これはやばい。ちょっと待って。M4。はい。M4。 村井4じゃないですよ。いや私も M4 だから。そうでしたっけ。 M4 だから。あそうでした。あそうか。一応 M4 ほら。どうですか今日のこのヒデヒレ2体ですね。ヒデヒレ家のやつ。あの家がヒデヒレっていうの。ヒデヒラ。ヒデヒラ。ヒデヒラ。これ最強ですよねこれね。カナパッチョもつぶやいてたもん。キャー最強って。でもだんだんゴージャスさんに見えてきました。あ、ほんとだ。どこをどう見てやってるんだよ。あの五光が差してるオーラの感じとか。あ、そう、うん、そこら辺はね、否定しがたい。ユーザーが言うところの爆死ですね。爆死。爆死。見て、ほらホルスだ、ホルス。ホルスキル、スキルだな。ラック上がるよ。ラック上がりますよ。ジョン万次郎。ジョン。あ、ラック上がりますよ、これ。私は何してきたんですか、今回。でも、19個あります。19個あります。さあしょっぱい感じになりますけども。しょっぱい、本当にしょっぱいけど、でも俺たちは時計の針を元に戻すことはできない、うん、こんな日もあるということで。そうですね。パイセンに最後渾身のキレッキレのギャグで締めていただきたいと思います。ましょう。お願いします。皆さん爆笑の準備いいですか。いな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 い、イナバウアー。次回ガチャおじさんが来るのはいつのことでしょうか。終わってますよ皆さん。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。